おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。11月14日日曜日は埼玉県民の日。埼玉県民としては今日はもう埼玉県民の日ですよね。はい。まあ毎回だったら祝日扱いといいますか、学校もお休みになるところですけど、今年は日曜日ですからね。まあ最も大体の中学校はですね、期末テストの前ということでですね、この動画別日に撮ってますけれども、うちの塾も日曜日ですが、朝から塾開けておりまして、勉強をガツガツやってるという日でございます。期末テスト頑張りましょう。で、そもそも埼玉県っていうのがどういう風に成り立ったのかなんていう風なことはなかなか習わないですよね。で、1871年に、廃藩置県っていうのが行われて、そもそもは今の埼玉県がドーンってあったわけじゃなくて、埼玉県と入間県っていうのがあったんですね。入間市の入間ね。その入間県っていうのが、その2年後、1873年に入間県と群馬県が合併して熊谷県っていうのができましたと。で、さらにその3年後、1876年に熊谷県の一部と埼玉県が合併して今の埼玉県になったということでございます。詳しくは、そんなに詳しくは今日喋ってませんので、もっと知りたい方はいろいろ調べてみてください。はい、では今日はですね、競輪の世界選手権を10連覇したね、世界で10連覇した中野浩一選手の名言でございます。世界で勝てれば日本でも勝てる。だ、これはもう意識の問題っていうことですよね。だから日本でまず勝つっていうふうに考えるんじゃなくて、目標高く世界で勝てればもう日本で勝てるんだから、世界を目指していこうということです。目標は高く、何か目指そうとしてるものがあるんだったら、その上が達成できるんだったらば、自動的にその目標としてるところってのは成し得るでしょ。だから上のレベルのものをどん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 目指していけばいいじゃないということです。まあ言うのは簡単ですけれどね、やっぱりその世界選手権10連覇するような人っていうのは、もう意識がもう世界、まず世界標準でいってるわけですよね。そこからまず何をしなければいけないのかということを逆算して考えて、日々頑張ってるわけであります。努力をするのも世界基準。なかなかね、その意識の追いつくのには大変ですけれども、まず目標高くっていうことはこの名言からも分かるところですよね。しっかり意識高く持って、先ほど期末テストっていう勉強もね、お話もしましたからね、420点を目指そうっていうんだったら、もう480点が取れればいいわけですよね。ね、なるべく高い点数が取れることを目指して頑張っていくのがいいのではないでしょうか。それでは今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。